インストラクター予備校へようこそ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。来ましたよ。来ましたか。来た、ついに来た。今日何が来たか言っていい、先に。はい、はい。まあ、このシンポジウム形式なんだけれども、はい、これお金編なんですけれども、はい、なんとですね、はい、今回が、はい、記念すべき第100回目でございます。100、なかなかやってますね、意外と。長く続いたシリーズですね。そしてこれからもどんどん視聴数が減っているけどもどんどん続いている稀有なチャンネルでございます。はい、まあ、ちょっとね、あの過去の動画の方が再生数が多いんですけど。わかりました。とはいえちょっとでもね、はい、もう100回だからね、皆さんのためにと思って続けてはいますけれども、はいはい、これからももっともっと役立てるようにいきましょう。そうですね、はい、はい、とりあえず100回目ということで、今回の議長はおむすびさん、お願いいたします。はい、お願いします。大丈夫ですか。大丈夫です、ね、はい。なんかこう責任重大な感じしますけど。重大でございます、はいはい、もう、うん、もうこれによって今後このインストラクター予備校への期待値が、みんなの期待値が変わると言っても過言ではないっていう。なるほど、はい、任せてください。はい、はい、では私が今回持ってきたお題、はい、議題なんですけれども、サークルメンバーを辞めさせない方法です。はい、じゃあちょっと私の方で100回目にしてはちょっとなんか後ろ向きな話題じゃない。うん、まあ、まあ大事なこと増やそうとかじゃなくて、はい、あえてやめさせない、まあ、増やすのってやっぱり大事だと思うんですよ。新しいメンバーを増やすっていうのももちろん大事なんですけど、今いる人も大事にしていこうっていう、これ言い方の問題ですよ。多分やめさせない方法じゃなくて、続けてもらう方法だったらよかった。なんでそうやって言わないんでしょうか。一回今なんでこう総攻撃されるのかブラッシュアップしていきたいんですよ、はい、100回を機に。じゃあやめさせないじゃなくて、続けてもらう方法で。そう、やりやすいからやめさせないでもいいです。はい、あのキャッチでポジティブに言うと、はい、ポジティブに言うと続けてもらう方法。はい、はいはい、なので、まあ、やっぱり、まあ、続けてもらう方法として、はい、まあ、せっかく来てくれたのに、まあ、2回3回くらい来てくれたんだけど、まあ、サークルにこう、まあ、それ以降、まあ、月1回くらいしか来なくなったりとか、まあ、もしくはもうある時からもパタッと来なくなっちゃったみたいな、メンバーさんも、まあ、サークル運営してる方ってのは結構経験があると思うんですよ。なのでそういうのってなんかこう理由がいろいろあるんだろうなと思ったんですけど、例えば生活環境が変わりました、あの引っ越しがあったりとか、あの親御さんの介護があったりとか、まあ、お子さんのとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうもうどうしようもないことっていうのはまあ仕方ないと思うんですけど、あの私が考えたのこう、まあ、せっかくサークルに、まあ、入ったのにこうなんかこう疎外感を感じてしまうと、その後あのちょっと行きづらくなっちゃうなっていうことはあるんじゃないかなと思ったんですよ。あのやっぱりまあ入ったばっかりの人って、まあ、今まで例えば友達の紹介でそのサークルの告知を見つけて入ったんじゃないですか。友達の紹介で入ったんだったらまだいいんですけど、たまたまその辺に街に貼ってあったこんなサークルやってますっていうチラシを見て、あちょっと行ってみようかなって言った人っておそらくそこに友達が、まあ、知り合いとかいなくて、 なのでそうすると、まああのまあ、サークルの主催の方、まあ、インストラクターさんとその仲いい元々のメンバーさんがこう、まあ、内輪ネタでこう、まあ、いろいろお話してるんだけど、私新しく入ったんだけどなんかこう、まあ、うまく仲間に入れないなっていう、そういう経験がそういうことがあって、まあ、何回か行ったんだけど行かなくなっちゃうとか、そういうことを考えたんですね。なので、まあ、その疎外感とか、まあ、新しく入ったのにないがしろにされてるっていう感覚をなくせれば、継続的にずっとこう来てくれるようになるんじゃないかなと思ったんですよ。はい、でそうで思ったんですけど、いかがでしょうか、メガネさん。
メンバー同士を仲良くするみたいな話。そうですね、やっぱりまあこの内輪ネタだ、内輪ネタだけじゃなくてこの内輪にこう新しい人も入れてあげて、はい、っていう感じですね。なるほど。まあ確かにそのグループに所属するというか、はい、そのなんていうんですか、まあある意味そのサークル の一員としてその、はい、なんていうんですか、同じグループ内に入った感があれば確かにそうかなとは思いますかね。はい、まあでも分かんないですね。それが簡単にできるかちょっと僕も分かんないですけど、そうですよね。あのまあサークルメンバー、ちょっとサークルっていうとあれですけど、まあ、自分フィットネスクラブという名前を使っている、はい、まあそうですね。ということはちょっと私はね、自分フィットネスクラブを作ったことないんですけど、まあ仕事からフィットネスクラブの話は聞くので、はいはい、まあ、それを参考にもしするのであれば、その例えばなんだ、例えばフィットネスクラブとかって月会費を払って通うじゃないですか、はいはい、で、まあ、だんだんその幽霊化していくというか、うん、お金は払っていかなくなっていく頻度が減っていくと、はい、まあ、辞める兆候だよねとかはよく言われたりすると思うので、うん、まあそういうのは要はなんかあんまり来なくなってきちゃったサークルメンバーとかはだんだんこう離れていくとか、はい、まあそういう一般的によく言われてることとか、あとはまあコミュニケーションですよね。そうですね、はい、じゃあちょっとしばらく行けなくなっちゃいましたってなった人、例えば何か あの怪我とかは分かんないですけど、何か今月はちょっと仕事が忙しくて行けませんみたいな人がいたとして、はい、あそうなんだ了解で終わらしちゃったら、はい、1ヶ月後仕事が落ち着いてもちょっと何か戻るのめんどくさいなってなっちゃうかもしれないし、疎遠になっちゃうともう一回行きづらいなっていう。そうそうそう、だからそのいない間も例えばちょっとコミュニケーション取ったりとか、その別に頻繁にするかどうかは一旦置いといて、そのどうですか最近元気ですかとか、なんかまた今度仕事落ち着いたら連絡くださいねとか、なんか分かんないです、時間ある時にサークルの映像を送っとくんでちょっと見て楽しんでくださいとか、なるほど私たちでみんなでちょっと撮ったんでみたいな感じを送るとか、なんかそういうのをしてあげるとか、要はその離れそうになってる人たちがまあ最終的に離れちゃうんで、離れそうになってる時からこう引き止めるじゃないですけど、まあコミュニケーションを取るのがすごく大事かなと思いますかね、うん、そうですね、来てない時もなんかこうまあ1ヶ月2ヶ月空いてしまっても戻りやすい雰囲気をちゃんと作ってあげておけば、まあその用事とか予定が終わった後もまあ戻ってきやすいですもんね。そうですね、うん、はい、まあ、やっぱりそのなんだ、来てる人はねもちろんコミュニケーションを取るのは頑張ってやるだけなんですけど、はい、来てない人もまあある程度コミュニケーションを取った方がいいのかなとは思います、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、新平さんいかがですか。ない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 ってないのないはいはいはいなのかないと微妙なところでした今はいはい、いや全くもってその通りだと思いますし、はい、そうね、うん、その通りだ。なのであえてなんかそういうテクニック的なところ観点じゃないところで考えるとすると、はい、やっぱり結局僕がたどり着くのはあれなんですよね、小国仮眠、前のサークルの整え方どっかであったような気がするんですけれども、やっぱりこう国は小さければ小さいほどいいっていう考え方なんですけれども、でもね、謎の拡大路線を取らない方がまず前提の話ですね。まあ、ビジネスも何でもそうで、急成長するものって急落するし、そうじゃなくて着実にこういったものっていきなりドカーンってなりづらいし、だからそもそもさっき最初の方にチラシから来た人はとかっていう例があったと思うんですけれども、はい、チラシとかは絶対いらないよねっていう状態ですよね、うん、そもそもね口コミ以外なしでいいじゃんっていう。なるほど、もしくは本人と直接知り合ってなんか
直接もらった。なるほど、うん、まあそうすればあの元々知り合いの状態で来てくれるから、ね、そうそうそう、だから謎の人が来た人をどうケアするとかいう話は な,、うん、ないじゃないですか。だしそこからスタートじゃないと思うんですよね、最初は。とでさらにやっぱり、うん、人数が多ければ多いほど、さっきメガネさんが言ったような幽霊会員みたいなのってなりやすいし、面も届きにくくなるし、なんだろう、なんか大学とかもそうじゃないですか、なんか200人とかの講義で3人いなかったとしても何ともないけど、そうですね、10人とかのゼミだとあいついねってな、まあ、なりますよね。なるでしょ。で先生もなんでいないのとか、友達もなんかあいつは今日はなんかあれみたいですよって、じゃあ知ってたりするじゃん、はい、ちゃんと。と同じで、あのでも内容はゼミの方が濃いみたいなね。そうだから一概にその一個の単体が大きく何じゃ何人までならいいんだよっていうのはズバッとは言えないけれども、まあ、感覚的には本当に数十人いたらもう十分すぎるっていう。だからそこら辺まで行ったら行って、なんかそういうさっきの10人ぐらいのゼミみたいな会話じゃもう収まらなくなってきたよな、あの人が今日いたいなかったっていうのがもはや誰も何も気づかないみたいな状態ぐらいになってきたらね、もう一個別のサークル、自分フィットネスクラブを作るとか、フィットネスクラブを作る確かに、まあ、あの過度に大きくしなければあの、まあ、疎外感を感じることもなくてみんなで話もできるし、あの、まあ、コミュニケーションもそうですね、取りやすいですもんね。いや絶対そうだし、あの、うん、その大きくてみんなでやなんかするのが好きなんだっていう人はそれはさ、なんかまた違うところに行ってもらえばいいわけ で自分がそうしたいんだって言ったら、なんかそういうのをなんか合体したイベントとかをたまにやればとかも道はあると思うんですけれども、とにかくなんかこう自分でできる目の行き届くって言えばいいのかな、なんかみんなでこうケアし合えるサイズ感ってあるんじゃないかなっていうふうに思うから、はたから見ててもなんか何百人とかいうよりもなんかこうね、なんか10人とか20人とかでなんか丁寧にね、あの仲良くやってますとかのところに口コミで入れた方が居心地は良くない、こっちとしても、うん、そうです ね, ね、もう何百人もいる知らない人がいるとこ行くのやだよって、そもそもなんかですね、確かに何百人もともといるところよりは、あのまあ5人ぐらいでやってますの方が、うん、あの外部からこう入りやすいですよね、うん、はい、うん、そうだから、ね、その方が実際にこう辞めるとかいう時も多分円満に辞めになるし、なんか謎にこういなくなっちゃうみたいのはなくなると思うか、なんかやっぱりそのサイズ感っていうのは、うん、大きければ大きいほどいいんじゃないんだよっていうぐらいで、そうですね、あった方がいいかなとは、はい、うん、思いますね。まあ、あのお金に関しても、うん、もう絞ってるからこのお金なんですって、まあ、そこまでね、あのお金の話をするか置いといても、道理的には通るじゃん、理屈的には、はい、うん、こう高くても良さそうじゃん少数精鋭、少数精鋭で、そうそうそう、はい、私は20人だけのメンバー制でやってるからもうその人たちしか入れませんだったら、なんか1万円とか感覚になるじゃん。まあそうですね、VIP状態ですからね、うん、ジェフィーさん、このなんかイベントをやったら1000人ぐらい呼べそうなジェフィーさんが10人だけの特別サロンを持ってますみたいなさ、そうするとちょっと高くても高くても申し込みじゃないですか ねえ、なんか10万円とか払えそうじゃんでしょ、うん、だからそういうビジネス化しようとかそういう話ではないとは思うんですけれども、はい、そもそもがでもね、なんかそういう方法もあると思うし、あの、うん、サイズ感かな、うん、っていうところを一、ね、個着目するといいのではないかと、そこ過度に大きくしすぎずにっていうことですね。疎外感とかね、100
100人とか行ったら絶対1人はいますからね、疎外感。そうですね。だし、その100分の1にじゃあ焦点を当てるのかって言ったら、それもなんか違うんじゃねって、うん。100分の99は、ね、グループ感出してるから、ね、そうそうそう、それはそれでいいんじゃねみたいな。そうそうそう。100人いて1人ちょっと疎外感だったら、ちょっと。どっちかというとこっちに99人側にそっちが寄ってきてっていう気持ちにはなりますね、確かに。てかまあ人が100人も集まるそれは何かしら、何かしらはありますよ、ね、100人って言ったら、中学校高校のクラスだって40人ぐらいなんで、それでも40人だって、まあ、1人2人、まあ、クラスの、まあ、端っこじゃないですけど言い方悪いですけど、いや全然全然ですけど、だから100人いたらそりゃねっていう感じですよね。例えば10人20人ぐらいまででだったら、まあその、まあ、みんなでこうまとまっていこうよっていう感じではできますけど、そうですね、はい、まあ、人によってそのキャパは違うと思いますし、はい、とにかくこう急がないで、もう盆栽のように丁寧に丁寧になんか育てていくのが僕は一番いいのではないかなと。もう急成長じゃなくてこう、まあ、盆栽のように観葉植物のようにちょっとずつちょっとずつ育てていくっていう、そうそう、ちょっとずつこう、うん、テイクケアをしながらこう枝が出てきたからちょっと切ろうとかそう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 この曲げ方をこうしようとかそうそう、細やかになんですか、細やかにもう全体を見て、全体を見つつ細かいところも見つつ、そう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 、田んぼにね、1000個ぐらい苗があったら1個1個は見てないですから見てないからそれは見れない、そうですね、それは見れないじゃん、はい、だからそれをいきなりやれって言ったら、それはもうそのノウハウを全部ね持ってる人としかできないと思うから、まあ、自分でやるとなったら、まあ、その範囲で、まあ、急がないことっていうこともありますかね、そうですね、うん、っていうのがおのずとさっき言ってくれたコミュニケーションとかにをする余裕とか、はい、疎外感を出さないのももちろんしかりだと思うんですけれども、繋がるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。はい、はい、終わった。はい、そうですね、私は本当に疎外感をなくすのが大事かなと思ってて、はい、それでやっぱりお二人の意見聞いて、あ、やっぱりコミュニケーションだったりとか、まあ、規模を大きくしすぎないっていうのも、まあ、そのサークルメンバーをまあ、ずっと続けてもらうには大事かなっていうのは、はい、思いました。はい、分かりました。ということで、記念すべき100回目、おむすびさんありがとうございました。ありがとうございます。これからも私たちは皆さんを応援していきます。いいフィットネスライフを。失礼します。